登り方も使い、私たち技を検討してます。生き残るための鍵ですよ。次使ってみたいですね。俺が見つけた技を教えてやろうか。ああ、ぜひ頼むよ。よし、俺のひらめいた技だからな。ピラミッドについて説明をしよう。登りたい高さと同じ数の石を引いていくのだ。ピラミッドのように足場を作る基本アクションをまずは身につけよう。どうだ、グレートだろう。それだけじゃ厳しいと思います。こんな技も覚えないと。スライドについて説明をしよう。石を縦に並べて引いたら、次は下の石を横にずらすのだ。辺の特徴を利用した一連の基本アクションを覚えよう。辺と辺でくっつく仕組みを利用すれば、狭い足場でも急いで階段が作れるのだ。お、あんたすげえな。どうだい、知らなかったよな。いや、知ってるよ。とにかく俺が言いたいのは、運任せに動かしたら終わりってことだぜ。分かってますよ。雑誌記者の勘が騒ぐというか、この危険な石登り、おそらくかなりの技が潜んでそうです。かなりの技が潜んでるか。どんだけ見つけられるかが鍵ってことだな。おーれ、見つけたらすぐ俺に教えろよ。これは命令だぜ。こんな登り方も使えんじゃねえか。クソ、誰を蹴落としてでも生き延びてやる。邪魔すんならてめえも叩き落としてやっからな。やだ、死にたくない。とりあえず落ち着けって。そう言って俺を油断させるつもりか。そんな手に乗るもんかよ。みんな自分だけ助かりたいんだ。俺だって誰かに突き飛ばされた。次は俺が突き飛ばさないと死ぬ。どこだ、ここは。何なんだ、この汚い羊どもは。こっちが聞きてえよ。なあ、あんた、なんか知らないか。上へ行けって。てか、上に何があんだ。勘弁してくれよ。次、使ってみたいですね。何なんだよ、ここは。なんでこんな場所に連れてこられた。わかんねえ、俺も同じで。なんだよ、この檻はよ。なんで羊が入れられてんだよ。もうたくさんだ、早くこっから出してくれ。どうせみんな死ぬんだ。それなら早い方が楽でいいよな。あんた大丈夫か。しっかりしろ。とにかく正気に戻って。こんなところでも他人の心配とは。見上げた人格者じゃないか君。そうだ、そんな君には油田をやろう。油田？おっと、いつもの癖だ。忘れてくれたまえ。君も早く生きたまえ。ここにいては死んでしまうよ。誰かいるのか。クソ、窓の中よく見えねえ。そっちの部屋、誰かいるんだろう。まずは座りなよ。久しぶり。いや、ここでは初めましてか。国会の部屋へようこそ。お前誰だ。管理者とでも言っておこうか。この新たな悪夢の世界はね。しかし変化の気配が強くなったな。あんた向こうの世界で何をしたんだい。まあいい、どのみちあんたたち子羊はここで死ぬ運命にある。はあ、ふざけんな。でも殺す前に命の価値を確かめたい。だから質問に答えてもらうよ。第1問です。
あなたが恋人に求めるものは何ですか？自分の気持ちに近いと思う方のロープを引いてみてね。そっちを選ぶんだ。それぞれなもんだね。何者なんだ。全部お前の仕業なのか。言ったろ、僕はあくまで管理者だ。あんたをここへ落とした奴は別にいる。ちなみにあんたの知ってる人だ。みんな腹の中では何を考えているか分かったもんじゃない。真相を知りたければ生き残り考えるといい。あんたの周りで何が起きているのか。じゃあ次の試練に向かおうか。うわあ！何なんだよ今度は一体。